どうもー今日は木曜日なんで、えー、お酒を飲めるということで、えー、飲んでいきたいと思います。えー、今週はね、ちょっとね,、えー、とね、月曜日かな、火曜日ぐらいは水曜日も飲みたいなーとかこう思ったんですけども結局水曜日になったらこう飲まなくなったと別にいいかっていう感じになるというね、なんでしょうね、あの感じはで。今日はまず先週も飲んだこの 生ジョッキ缶ですねこれジョッキ缶って言うんですねジョッジョッキ生って言うじゃないですかそうじゃなくてこれは缶でえー生のようなで生ジョッキ缶っていうこうねこ素晴らしいですねこのこれは美味しいああ美味しいですねこれはほんまに美味しいですね これはだから夏はやっぱりビールが飲みたくなるときにこのビールはいいですね。他のビールはねそこまでこう思わないんですけどこれはこれに関しては本当に美味しい。ただね今日もほんで来週の分買いに行ったんですけど。 えーとね、2つのスーパーですね、えー、買いに行ったんですけど、平和堂と徳屋っていうところ買いに行ったんですけど、両方とも置いてないということで、平和堂なんか店さんにね、えー、ありますかって聞いたんですけど、もう全部売り切れてますということで、やっぱりそうなんかなと、やっぱ人気ある、しょうがないですね。これは本当においしい。これはおいしい。ほんで、えー、いつものようにこう、ティーチャーズの、えー、ハイボールですね。 ここれはこれはでで美味しいんですけどあのラフロイグをね買おうと思ってたんですけどもちょっとね売り上げがうーん厳しいというかねえー、っとねお客さんはね、えー、こう来ていただいてるまあぼちぼっちっていう感じなんですけどもちょっとこう PayPay ペイペイとか、まあ、auPay とかをねこう支払われる方まあ、全然それでこう。 え全然、あのー、それはそれでありがたいんですけどもそのことによってちょっとその支払われたやつが翌月とかになっちゃうんですよねその振り込まれるのがね。でそのためこう現金でこういただける人の金額だけがこう、えー、その木曜日にこう銀行に入金してからですねそれを引き出せる形になってちょっとそれがあんまり多くなくてですね あのー、なかなかちょっと、うん、今週はこうちょっとこう節約気味な、えー、この休みの休日ですねいつももうちょっとこう疲れたりするんですけどももう完全にこう抑えた形ですね、えー、今日の晩ご飯に関してもですね、えー、休みの日は僕晩ご飯作ってこう、えー、家族にねこう1週間こういろいろ仕事手伝ってもらってるお礼にね何やかんやこう。 食べてももらうんですけども、えー、もうお刺身一択でですねおお刺刺身身だけでお刺身とまあフカヒレのスープがこう簡単に作れるやつがあってもう300円ぐらいのもんなんですけどそれをこう溶いて作るやつがあったんですねそれをこう作るぐらいそれとお刺身とほんでご飯を炊いてということだけでもうほとんど1,000円ぐらいですね1000 3, 人で3人分で1,000円ちょっとという、えー、それぐらいこうちょっと今回は抑えさせてもらったもうしょうがないですね えー、だから、えー、日本酒もね、えー、買おうかな思ったんです買えないほんでラフロイグもちょっとあのーえー、ちょっと抑えとこうとまだこうパッと4000円使えちょっとこう貯金してる分もあるんでもうちょっとで買えると思うんですけどそれよりこう違うものね、えー、例えばこう散髪代であったりとかですね、えー、そういうことですね、えー、違うことにちょっと回していかないといけないのとまあ、あのー、昼ごはんですね えー、こう弁当を頼んだりするんでその分のお金も用意しておかないといけないということで今回はだいぶこう抑えた形になりましたほ、うんで例えばその投資信託とかねこう毎月こう積み立て投資,投資っていうかそういうのをしてますけどもそういうのをね えー、切り崩すとですねお金はこうできるんですけどもなるべくそれはしたくないということでこうそれをしない形でだから売り上げがこう、えー、現金が手持ちが少ないのであればその少ないなりのね、えー、お金の使い方をするしかないんでね、えー、そういう形をとってますではま、えー、寿司の持ち帰りとか頼みたかったんですけどもそうするとやっぱ3000円ぐらいかかっちゃうんで、えー、ちょっと厳しいなと。うん だから散髪代であったり、その皮膚科ですね、皮膚科代であったりとかですね、あ他のね、え、ことに、まあ、空手代とかね、まあ、他いろいろありますね、月額のね、その集客のために使ってるお金とか、そっち側にこう回していかないといけないんで、なかなか、その自分の贅沢のためには、こう使えない状態、そっちはこう、ちょっと締めていく形になっちゃったと。 いうことでままあまあ仕方ない。仕方ない。まあ、売り上げはむちゃくちゃ下がってるっていうことではなくてですね、その PayPay ペイペイや AUPay やんやかんやね、えー、D 払いですか、えー、そういう支払いがちょっと1ヶ月、1ヶ月後、えー、1ヶ月半後とかになってしまうんでね、えー、仕方ないんですけども、えー、まあ、来ていただそれ何であっても来ていただいたらそれでいいんですけど、ちょっと 自分がこう、ちょっと抑えないといけない。それとね、ちょっとね、えー、先週で言うと、ちょっとこう、まあ、宝くじ、宝くじじは、競馬ですね。競馬をね、こう、ちょっとこう、やったんですね。久々にや,やりました。で、かけてる金額は少ないんですけども、もし当たればですね、えー、ちょっとまあまあ、そういう、まあ、 言ったら贅沢に3000円使えたりとかね当たったりするとそういう形ができるなと思ってちょっと買ってみたんですけどもえ自分がこう流した軸を1つ決めて5点流しでこう2レースやったんですけども両方ともその軸馬がですねえ第4コーナーでずるずる下がっていってもう一番ベベみたいになるような2レースともそうなったんですねで仕方なくもううわこんなに外れるかと思ってこんだけ。 えー、完全な外れ方するその時空間が下がっていくっていう形になったんで,で一つは一番人気で時空まで下がっていったんでこうなるとですねちょっと来週もやったろうかいっていうふうに思ってますだからそのええー、まあ JRA のねそのあれで金額で一応その分 かけるる金額は一応あるともうほんまに少額なんですけどその分は、えー、銀行にこう口座にあるんでですね、えー、それをかけるかそれかやめてこう安全にこう過ごすか、うん、その辺でどっちにしようかなと思ってるんですけどで、まあ、時間的になかったらもう買わないですけどもちょっとこう余裕が余裕というかねまあ、えー、そのために時間使おうと思えば、まあ、競馬もまたやると。 いう形になりま,すまあ臨時収入そういうのでこう増えていってそれはもう阿部くぜに的なもんなんでこうぜいにパーッとこうね、えー、その次のこのえ休みの日に使ってしまえばいいかなというふうに思ってるんで、うん、ですね、うん、まあまあえっ、ー、ゃないですね。 であのー、まあ関係な話ですけども父親にですねあの父親がこう腕時計を買ったんですねセイコーの腕時計ねセイコーの腕時計をネットで買ったんですねでネットで買ったらですねそのベルトがこうゆるゆるというかそのあのー、金属の金属っていうんかなあの銀色のあのベルトなんで、うん、それがこう ベルトをこう調整することがかなりこう難しいというかねその素人ではこう難しいちょっと調べてみたんですけどなかなかいろんな工具がいるようでちょっとこれは簡単にこうベルトを短く調整することできひんなと思ってでこう調整するためにまあネットで買ったんでその時計自体は多分普通に買うよりだいぶ安くなってる半,分半額ぐらいの値段 で変えてるかもしれないちょっとわかんないですけど安くて買えたんで、まあ、ベルトの調整まあまあ、えー、しょうがないそれでやった方がいいということでちょっと素人がやるとね難しかったんでんでちょっと調べてみたらですね近所のね、えー、平和堂の中にあるこうその時計屋さんでこう。 やっっててもらうっていういにしましまで、電話でいくらですかって言ったら1,100円やったんですね。で、1,100円でやってくれるんやと思って、まあ、1,000円と消費税ですね、1,100円で。で、分かりましたっていうことで、えーえー、父親と一緒に行きました。そしたらですね、さすが職人さんですねっていうことですね。もうちょっとしたらもうできました。できてました。で、簡単にもうやっていってくれて、でも父親はそれで大満足ということで、やっぱプロというかそういう職人さん。 簡単にやらはるなとというのがちょっとありましたさ、うん、すすがでねああいうのはちょっとこう勉強になるというか電話で話した時もこう気持ちよくこう言ってくれたって言ったらもうすぐ「はいはい」言ってこうで父親が行ってバッとやってくれたらもうあのすぐできたということでねもうあっさりやなと思って言ってたらそのまあそういうね技術を持った人がそういうことをやったらもうすぐできるっていうね。 やっぱああいうのはこうすごくこうありがたいというかねうん全く自分がやったら多分もうむちゃくちゃになると思うんでねそのあのベルトの調整いうのはねだベルトの調整いうのは時計買ってベルトの調整いうのはまあ1,000円ぐらいでやってくれるよということをまあまあ,あのちょっとこう頭の中に置いといてもらったらうんいいと思います。 簡単にやってくれます、まああのー、本当はねその時計屋さんで時計を買ってほんで調整してくれたら無料でやってくれはるんでしょうけども、えー、そのベルトの調整をせなあかんこと自体別に思ってなかったんであのー、ネットでこう気軽にねで買いました。でそのネットのねそのーセイコーですね日本のねメーカーのセイコーのその時計を買ったんですけどもその。 うまいこと商売やったはりますね。その成功でこう、まあ、安くでこう買えるようにこうしてはってで、えー、何倍やった ?4000 円以上かな ?3000 円以上か忘れましたけど何か何千円以上やったらこう送料無料ってなっててでもちろんその、えー、送料無料の金額やったんで、えー、送料無料やったんですけどもで、えー、それがこう前のね3連休の前の 日にこう申し込ほんんな全然こう送ってこうへんなと思ってたらその連休中休んでてですねで連休が明けて今からこう成功にだからですねその取り寄せよるんですね。で取り寄せて届いてから送るでもう一日後にこう届くんですぐ送りますんでいついつ届きますって言って。 えー、今日か明日ぐらいに届くような感じでこうメールが届いてたんですね。でまあまあ,あの明日ぐらいには届くなと金曜日ぐらいに届くなと思ってたら、えー、もう木曜日の今日届いてですね。えー、でベルトの調整をしてっていうことになったんですけどもその言ったら注文が来てそっから成功に発注してそれが届いたらこっちにこう郵送するっていうことで。 言うたらこうリスクゼロですよね正直まあそれはもちろんその楽天の方でね楽天市場でそれ出すからその分のこう費用はかかりますけどもそれ以外かからないじゃないですかそのまあホームページみたいなそういうホームページいうかそこのええ販売のページは作らなあかんですけどもでもあの在庫も単でいいんで言うたら リスクゼロですよね注文が入ったらそこからこうあのー、取り寄せて売るだけそれをただ単にもう発送するだけですねあの商売いいですねあの商売なかなかだから成功からこう安くでこう取り寄せられて成功のそう正,規正規のその販売店っていう感じになってたんであれはなかなかちょっと僕の中で。 あのやり方いいですよねだから言ったらこう家でできますよね、うんまあどうこうそういうメーカーにねこう信頼してもらえるかっていうのがちょっとこう大変になってくるんでしょうけども一旦それで売るっていうことをこう認められたらですねあとはもう,こうものすごい安全ですよね。で価格は安くで仕入れられてだからその店舗もいらないですしその人件費もいらないんで。 言ったらそのままこう利益、言ったら横流しというか、その商品を右から左で流すだけで利益が出るっていう形なんで、あれはなかなかいいですね。なんか、まあまあ、クレームが来たらですね、それは、こう、推行の方に、こう、また、こう、戻していく形にすればいいんでしょうし、うん、その辺もちゃんと取り決めしといたらいいでしょうしね、なかなかすごいですね。あれは ほほほぼぼぼノーリスクリススククがなない商売やとただその成功とそういう契約を結べるかどうかですねその販売できるそういう状態こう代理店というかねそういうことができる状態になるかどうかっていうのがあれですけど難しいんでしょうけどもそこまでいけたらもう,うほっといて違う仕事をしてでもそれはそれでまたいけますからね。 あれはすごいですね、うんで。他のことでも何でもそういうことができるということですね、うん。なかなか面白いですね、うん。ああいうの、たまたま父親がそういうのを、時計を買うということで、僕はこう調べて、えー、ネットで買ったらこれぐらいで買えるっていうのがあって、それで買ってそこから知ってっていう。ほんで、ベルトの調整がいるということで、ほんで、それがこう1000円でやってくれるとかね、そういうのがいろいろ分かってきてっていうのでね。なかなか、うん。 面白いです、ね、うん、うん、それと今日もちょっとね早い時間というかまあ、そこまで早くない夕方ぐらいからちょっとこうお酒飲ませていただいてますけれどもうんちょっとあれですね最近休みの日のこうインプットがちょっとこう少なくなったなぁとえ前やったらこうお寺行ったりとか美術館行ったりとかね えー、博物館行ったりとか、えー、そういうなんか催し物があったそういうとこへこ出かけて行ったりとかこうしてたんですけども今日もね行こうかな思ったんですけどちょっと雨がね結構強かったんでちょっとその駐車場止めてこう歩いていくところに行こうと思ったんですけどちょっとまあまあ、あのー、家族もそれやった行くんもあれやって言ってたんでまあまあなしにしてということで。 今日はあのまあまあ野菜の苗とかね家庭菜園してるんで野菜の苗をこうちょっとプラスまた買ったりとかまあまあ自分が観葉植物をねえダイソーで買いましたえダイソーって100均なんですけども観葉植物は300円のね観葉植物をちょっと買いましたうんどうせやったらと思ってえ300円のほんでそれのこう植木鉢とその下の皿とそれをこうあやディオで買ってっていうそこでまあ野菜の苗も買ってと。 いうう形でこうまあ、そういう動きをしてたんで、今日はまあ,あまりこう忙しくなくてですね、えー、過ごしました。ほんで、えー、雨降ってたんで、公園でね、いつも空手の方とか、こう連続移動攻撃とか、そういうね、えー、訓練をするんですけど、それももうできなかったんで、まあ、早々に風呂入って、でもお酒飲もうということで、今、こういう形になっているということですね。ちょっっと顔赤なってますけども、うん 酒弱なりました。もうこれ3 5十一缶飲むだけでもうこんだけあかなってるしなんかちょっとえー、酔っ払いまではいかないですけどもちょっとこうふわーっとねするぐらいの感じがありますあほんであれ飲まなあかんですねウコンをねウコンを飲まなあかんですねそしてですねあの先週から始めているけん玉ですね けん玉がまあ1日5分ぐらいこうちょっとこうやっている練習しながら今日やってでまあ撮影もこうさせていただいて第1週ですねえで目標をこう10回10回できるようにこう習おうと何週目で10回を超えるかなみたいな感じでこうやってるんですけどもねでまあまあ,あの土曜日のねえ朝8時かなあれ8時にこう えー YouTube、でこう更新されます、えーえー、けん玉チャリーズですねそこでいろいろ結果出ますけどもで朝にちょっと撮影してですねやっぱ朝はちょっとダメですね朝やるとちょっとこう動き、えー、筋肉パッとこう朝のもうほんま起きてまだ1時間ぐらいでそれをやったらですね意外と動きが悪くてっていうのがあったんで、うん、やっぱり撮影はこう昼からか、えー、まあまあね土曜日の更新なんで 金曜日か、ね、木曜日にこうするっていう形なんですけども、うん、もうちょっとこう動ける自分が結構動いている状態で撮影しないとけん玉もやっぱりこううまくいかないそれとこうカメラの前と練習した時はこう平常心なんですけどカメラの前やとちょっとこうカッコつけたろうじゃないですけどいいとこ見せたろうみたいなところが自分の中でねこう出てきくるんでこう結構失敗しましたね。うん、その辺がちょっっとあったかなと いうところで、うん、この後はちょっとね、明日からまたこう、ちょっと、うん、仕事がね、えー、しっかりこう頑張ってやっていきたいんで、えー、自分のエネルギーが上がるような、こうちょっとね、音楽の DVD をこう見て、ねえー、ちょっとエネルギーを上げていこうかなというふうにこう、ちょっと思っております。ということで、今日、えー、っとまだあー20分も経ってないぐらいです。 ちょっと短いんですけどもこの辺でやめようかなもうはっきり言ってあまり何,何の話もしてないみたいな感じですけどあえっ、ー、とこれまだ残ってますえみ式ですねえみ式レトロラベル、えー、この日本酒を飲もうかなというふうに考えておりますけどもということであそれと今日のつまみですねつまみがこれですねニ、えー、にんにくですねにんにくしそにんにくとラッキョと でこれがしじみのね、佃煮ですね。しじみの佃煮をちょっと買ってきました。こういうのが僕ちょっと好きやったりするんで、買ってきました。ということで、まあ、今週はね、こんな感じで、もう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 、お酒が、うん、週1回なんで、もう結構ね、あの、弱なってますけどね、うん、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございます。